はい、で次いや、これも公認だわ。ちょっと待って、今回公認多いですね。え、夫が、待って、伏せ字忘れた。ちょっと待ってくれ。ちょっと待ってね。おい、もう、今年はないと思ったのに、ちょっと待ってくれ。ね。ちょっと待ってね。やばいって、ちょっと待って。もう、マジでわざとじゃないからね。もう、見返したのになんで？どこら辺だったっけ？この辺りだっけ？ちょっと待ってね。スタジオモードにして確認します。おいおい、頼むぜ。あ、じゃ、こっちも出ちゃうじゃん。ダメダメ。一旦これを非表示にして、ちょっと待ってね。大事なところなので。あ、出ちゃうじゃん。あれ？これって、スタジオ、待ってね。あ、ここら辺だ、ここら辺、ここら辺。ここだ！オッケー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 。これでいいだろ。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、いっぱい出ちゃった。オッケーオッケーオッケー。ちょっと待って。その下にあったあれってセーフか？セーフと思ったけどアウト？え？え？ダメか？うちのフィルターおかしくなってるか？ちょっと待って。ダメか？でも難しいだろうな、こう初配信でインパクト残すの大変だよな。結構やっぱ、しかも一人でボケなきゃいけないっていうのがね、難しい。もうお笑い芸人やもんな、大変や。ボケないとボケる必要はあるでしょ。ない？なんか、ボケないとさ、ダメなんじゃないの？でも私できないなぁ。あ、今年やりたいの、マジで。陣内さんのネタ、作るっていうのやりたいよな。ちょ、佐々木に、よ。佐々木に突っ込んでくれ。陣内グランプリ。誰が一番笑いのニューウェーブかっていう。やりたいなぁ。うわ、やりてぇ。あ、佐々木に言おう。ちょっと笑いのニューウェーブしようぜ、つって。いや、でも、やってくれるはずやで。陣内選手権。じゃ、私が作った、そのネタで、あ、ツッコミ選手権どう？いっぱい突っ込めるとこを動画編集作って、最強の陣内を見つけるっていう。なんでこれが問題に含まれてんの？これ読んでないって！読んでないわ！で、やっぱあるのか、私の。え？何これ？わかるか？あ、例文がいい、例文ある、いらねえ。歯怖かった。ゆいかのお願いで、一度映画を食べてお茶休憩を入れる。今日はゆいかとの4回目のデート。なんか解像度高めな回数するのやめろ。私の家でホラー映画鑑賞会をしていた。ハージ全然ビビらんや。いや、ビビってるよ。ゆいかが怖がりすぎてるだけ。嫌がるゆいかを無視してホラー映画を見ようと言ったのは私だった。読みやすい文章やめろ！ちょ、待て。例題で消耗してる場合じゃない。一瞬言ってる意味が分からなかった。少し前に知り合った人でさ、ちょっとバカだけど優しい人なんだよね。そっか。喉が詰まるように感じる。息がうまくできない。うるせえ。いや、まあ、ちょっと分かるけど、ニューイちゃんがこうやって不意に結婚することにしたんだよねって打ち明けてくれたりとかさ、相手がなんか優しい人なんだよねみたいなことを幸せそうに語りかけてくる感じもちょっと想像にたやすいけど。これは？うわ、これ待って。目を開けると夏の暑い日差しが私の顔に降り注ぐ。いつの間にか私は眠っていたのか。アンジャ、おはよう。よく眠れた？これ見上げると書いた長い髪が私の方をくすぐる。アンジャ、話してるうちに寝ちゃったんだよ。こんなところで寝てたら熱中症になっちゃうよ。ぜーぜーけど、これ多分私か、多分私だろうな。マジで消耗するんですけど。偉いね、ほんまに。偉すぎる。
えらい、ありがとう、みんな働いてくれて。まあ、西園は働きませんけどね。嫌です、無理。嫌だ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 、働きたくない、もう嫌だ、ずっとぐうたらするんだ、嫌だ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 、絶対に働かん、何が何でも働かんからな、もう大の字になって寝てやるからな、ふんぞり返って寝てやるからな、もう嫌だって。こっちにおいで、やだやだやだ。人は死ぬ時に素直になったり出れたりこびたりすることが多いですよね。僕を殺そうとしてる。あとさ、あんまりその死の前の人間のさ、まっすぐな言葉を出れとかこびとか言うなよ、うん。みんな死ぬ前はいい人でいたいんだ、まあ、いい人でいたいっていう見方もあんまりまっすぐじゃないの、うん、死ぬとか書いてあったから真面目なのかなと思って、真面目なのが欲しい、ちゃんとしたの行こう、年始だよ、ここ一番大事なスタートラインだからね、モンゴルいないんだよ、モンゴル内陸国なんで、ちょっと待ってくれ、待って、セリジョって何人いたっけ、あれ7人ぐらいいたよね、多分。いや、赤、赤、青、黄、ピンク、紫、緑、あ、ヒスピいるわ、ヒスピと、あと紫がわかんない、紫、紫誰だ、紫がわかんない、やばい、これまず問題以前にセレ状を思い出せないのがやばい、まずい、もう1年以上経ってるのに、やばい、桃黒の紫ならわかるのに、あーごめんなさい、でも多分5分の2やろこれ、そんなにね中学生いないと思う、高校生だと思います、ってことで5分の2、3、ヒスピの明らかにもう中学生ではないと思う、だってあんなにヒマに、ヒマ高校生だけどマイクラ運動会の時とか、ヒマちゃんこっちだよこっちだよあっちだよこっちってめっちゃ言ってくれたから、多分そうだと思う、多分オチ君に関してもあんななんかさエロい言葉ばっか言わないと思うんだよな、コメントいたんだけどちょうど話したら、あんなエロいことえらいこと言わないと思う中学生は、しかも14万も課金しないと思います中学生は、多分うちぐは自分の自我だよと思います、はい、じゃあ、5分の2だよろしくお願いします、3番かな、あ3匹だからね、3匹だからね、はい、あ嘘じゃん、あちょっと、ええあれ6匹選べたな、さっき6匹選べたぞ今、あ、そうそうそう、でも3匹ね、あ、まあ、びっくりした、まあ、もう6匹で襲いかかってくるのかと思ったわ、ほんとね、そんなことあったらね、怖いよね、行かれてるほんと、うん、行かれてるよね、行かれてる、そうだね、絶対雨降らしてくる、絶対怖いよね、うん、恐ろしいね、うん、へいさあ、テラスタルは禁止でいいのかな、うん、そうだね、うん、いいだろう、おいふざけるなよし勝負だ、おいクソ野郎、よしよしよし来たぞクソ野郎こんなふざけるな意味わかんねえ、あー雨降ってきちゃったやりやがったやりやがったこいつ、振ってやりやがったよ、ほんと降ってきちゃったね、ほんとひどすぎ、待ってこれ、これどうなんだろうね、銀色のトレー、あ、落としてやめて、落とさないで、あ、エロい、あ、いやエロいねノーカン、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 やったー
もうかん。おい、卑怯者。なんで？だって、でもこのルールでは1匹から6匹まで出せるって書いてあった。3匹つったもん、お前最初に。うん、3匹だよねって言った。3匹つった。これは気持ちよく悪くできないけどいいの？これ気持ちよく悪くできないけど、ずっといやいややるけど、このままだと。やだやだよ。ちゃんと戦って勝てえじゃん。やだよ。じゃあちゃんと戦えよ。わかったよ。なんでやってんだからさ。ではい、次これイブアンください。母が既得なんです。すいませんが、もうあのイブアンはないので、残念ですが、お母様はもう医者が黙って首を振るシリーズ。すいません、もうないです。もう本当に死んだので、大事に過ごしてください。ありがとう。あーちゃん、イブくん死んだ？もう、あ、イブくん、イブくん、いや、なんでみんながさ、キャッキャキャッキャしてるからさ、おかしいよ、テンションが。どうなってんの？おかしくない？みんな、なんか始まる前が、キャッキャってし、なんか黙らせた。VTA 送りだ。もう行かないよ、行かないよとか言ったことないよ。絶対に行けません、イブは。イブは、誰にも、惑わされない。惑わされないじゃない、なんだ。今、そんな、学校なんか行かない。指図されない。そんな学校卒業しなくても、もう配信するよ、チャンネル勝手に。反抗してやる、ぶち壊してやる。ぶち壊してやる、そんな学校。いや、ちょっとさ、いいよね、なんかいいよね。 VTA でさ、デビューする前から同じ気持ちを分け合ってる人たちとさ、学校に行くのかな、分かんないんだけど、それってさ、それだけで仲間意識生まれない？同じデビューっていうのも仲間意識あるけど、でもデビューする前に一緒に頑張ろうみたいな。けど泣いてる人もいるかもしれないよ、 VTA に通いながら。ゲマズも似たようなとこない？いや、ない。だってデビューしてからもうあれだもん、仲良くなったから。実際仲良さそうだもんな、アカデミー。え、 VTA に行ったらユムもなんかそうやってデビュー前から仲良く友達とかできちゃったりしてたのかな。そこでリアルで定期的に遊び合える人と出会えたりしたのかな。絶対さ、終わったらさ、すぐ学校、もう授業終わったらすぐ帰るよ。すぐ帰宅します、すっと。あれ、リムちゃんいなくない？それも気づかれないかもしれない。え、やだな、嫌になってきた。嫌になってきた。だってその時点でさ、輪にさ溶け込めれなかったらさ、無理じゃん。デビューするときちょっと重たいよ、腰が。みんな VTA のときに仲良くなってんのに、イブだけ仲良くなれてないな。あー、この人たちデビューするのか、大丈夫かな。みんななんかすごい仲良くなってるし、イブついていけるかな。大丈夫だよ、 VTA 出身じゃない新人ちゃんもいたよ。あ、そうなんだ。何も知らないじゃない。VTA で社会不適合者になろう。あ、違う、社会適合者になろう。いや、ならないね。一生不適合で生きていくんだ。二次三次バイライバーの中で家族にするなら誰？弟に、やっぱチャイチャイ。かわいいから。何でも与えてあげたいね。うん。なんか、カードとか出て、ね、友達とどっかで遊んできたら、すごいぞ、ヨルミ、これ見てくれよって言って、あ、すごい、これ超レアなカードじゃんって、すごいだろ、喜びそう。めっちゃ可愛いな。だからチャイカ先輩は弟です。妹か、妹か、あ、私もそう思う。やっぱシーナ先輩だと思うよ。そう、やっぱシーシーや、可愛い。二次三次の中で一番可愛いかもしれん。で、シーシーがね、ほんと、うわ、チャイカに殴られたって。ヨルミって。
お前が先に殴ってきたんだろってうわ怖いとか言ってい, いそうマジでいそう一緒にもし、うん、スクエアとリュウシェンが一緒に暮らしてたら大変だったかもしれないね、うん、ない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 汚ねえもん部屋無理無理はいえ汚ね部屋汚ねえじゃん無理だよリュウシェンが綺麗にしてくれたらいいよで僕の綺麗にするやばいよあの物ガンガン捨てるからあおいでもうあのね見たことないけどうんスクエアのお風呂場にシャンプー、リンスとかの、あのいっぱいあるでしょ、多分きっと なんで知ってんのいろんな種類あるんでしょ、多分めっちゃあるよ、充実してるそうなんだよそうなん、絶対いらないものねシャンプー、リンス、ボディーソープの3つと洗顔だけでいいもんねいや、なんかスクラブとかもいるし、うん、シャンプーも人が来た時用のやつもあるしトリートメントも特別なトリートメントもあるし特別うんこれ最近掃除したんだよこれあ、何なんか送ってきたはいきっとねえ嘘だろえめっちゃ掃除したんですけどえやばだって奥の戸閉まってないじゃんえ奥の台所キッチンのさ扉がちょっと開いてるんですけどいや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 これ目の錯覚だからあ、そういうこと閉まってる閉まってるえこれ閉まってないじゃん閉まってるのえだってじゃあ上で見たら錯覚かもって思うかもしれないけどこれ下え、こういう扉なのこういう扉、閉まってる閉まってる、閉まってるそうなんだ閉まってるじゃあこの、あの、扉の下にあるこれは何この靴靴じゃないあの、手拭くとこの下に落ちてる床のやつこれ何猫じゃらし猫じゃらしか多分なんだけどさこういう写真ってね、うん、あの段ボールとかゴミ袋とか片してから撮るんだわだってゴミの日じゃなかったんだもんんこれやゴミの日じゃないのに掃除したのだって大晦日だったからんじゃまだこれってことうんあ今もこれだよはあ、終わりや終わりや怖い別に置いとくだけじゃん怖いよ置いとくだけじゃん綺麗になってないよ、時間の問題だよ綺麗だよこれ以上綺麗にするとこないよこれ普段の僕の部屋より汚いよ嘘本当本当でも元を見てないからねそもそもね元はね、抜き足、差し足、忍び足だった。わあ、逆にすごい。同担拒否はどうなん、はあ、私、同担拒否なったことないよな。え、同担拒否あんたたち同担拒否秘宝あと10分。やーば。どんだけ拒否なったことない、ドタン好き、歓迎、担当って概念に共感できない。え、そういうこと言うの？私は担当じゃないの？おい。私はあんたの推しにはなれないってわけ？おい。たくよ。だる。ああおかしいな女配信者になったらチヤホヤされるって聞いたんだけどいいよそのままでいなさいあんたたちは女配信者をチヤホヤしない存在でいなさい見たでしょ昨日おとといの頂点ちゃんの崩壊っぷりをあまり人間をチヤホヤするとそうなるうんうんじゃああんたたちもさチヤホヤすんなって言った瞬間にさうんうんっていう語彙が出てくるのはどうかと思うぞ
私のことをバカにできないぐらいにはあんたたちもシャに構えてるわね。あ、シナさん、こっち来てください。シナさん、おやー、座ってもらっていいですか、どこの席でもいいですよ、どこの席でも大丈夫ですよ。いや、最近切ったばっか。え、なに？なに？明日暇ですか？明日？明日。明日なんかあった気がするな。え？え？いつ暇なの？え？え？ちょっと今あれ予定表がなくて。予定表出せるよね、あやき。Google の出しな。Google？ うん。Google の予定表を開いたら。あ、やばい。見れない、なんかバグ、なんだろう。え？見れない？見れない。なんで？なんか。なんでだろう。なんで？なんで？いやでも。結構やることあるからな。明日暇じゃないってこと？うん、そうだね。いつ暇になるの？あーでも、うん、今月はやっぱ埋まっちゃってるからね。すごいポーズしてるよ。何これ。ご飯ができたみたい。うわー、ご飯にされた。おかしいな、いっぱい遊んでくれると思ったんだけどな。またじゃあ明日ね。明日、明日ですか、うん、いや、あれだよ、バネッサ、サバにいたら行くから。予定、あの、行くから、いたら。どこに？サバ、サバ、ここのサバでさ、ここ、うん、ここいたら来てくれるんだ。うん、いつかね。あの、一回めっちゃ失敗したことある料理で、卵焼きだけにエッグってね。エッグのね、卵とね、かけてね。いい、いい、面白い。ロコちゃん？え、ロッティいた？待って待って。ロッティ、ロッティ、あ、ロッティ。乾杯も乾杯。さすがロッティ。超面白い。乾杯も乾杯。乾杯とね、乾杯の乾杯をかけてね。最強すぎる。ありがとう。また温度が10度上がってよ。ありがとう。すいませんでした。え、なななな。なんで？あれ？あれ？あれ？ごめん、ごめんじゃん。違うよ。違う。いや、面白いことはさ、あの、面白いっていう勇気が大事だと思う。そして、やっぱり面白、じゃあな。面白さを理解してもらうにはしっかりとした説明が必要かなって思うわけですよ。あれ？あれ？ダメだったか？もし小顔マジック本当に最低だけど、ま、アルスちゃんとかいるんだったら、アミャミャちゃんよりも赤さたの浜、いや違う、もし、アルスちゃんがいるとして、あーでも待って、そう、小顔マジックってわかんないけどさ、もしシーナさんがいたとしたらさ、サシスセドでさ、小顔マジック誰？マジで小顔マジック誰？小顔マジックなんなん？ 17？ え、誰や？でも、あでしょ？あーが、アマミヤの2個下だから、どれだろう？かき、あ、わかんねえ。あまみや、あか、あや、
はい。アメミヤがね、もうアギオの結構下のアルス、アルスかな、アメの下は。アルス。え、待って、アルスじゃない？小顔になりたいじゃないん、アルス。あ、ごめん、アルスは小顔だったわ。あー、アルスかこれ。ちょっとこれ以上は言わんでおこっか。小顔マジックはアルス CC。 あと一人誰だろう。あーハマーンハマーン。あ、え、夜見なんだ。あ、なるほどね、マジックするんだ。あー、なるほどなるほど。いや、小顔マジックするからね。めちゃめちゃいい名前じゃん。いやー、小顔マジック。待って、小顔マジックわからん。誰だ、ユニット、やばい。誰だ小顔マジックは。ちょっと待ってね。小顔マジック、小顔、ゆいかいそう。違う、これは違う。本人が言いそうだなって、ゆいかがさ、自分で、うちら小顔やんとか言いそうじゃん。言いそう。わからんって、これはさすがに。私ユニット名、こんなさ、人の名前すらもさ、結構頑張ってさ覚えてんのに、小顔マジックって何？シーナか？あ、わかった、シーナとアルスマルマルだわ多分。シーナと小顔マジックなんて、小顔なりたいのあの二人しかいないもんな。ってことは、まるまるとシーナのユニットだけど、あと一人足りん。どうしよう。あと一人。誰？わかんないよ、ちょっと。小顔マジック。え、やっぱまるまるとシーナじゃん。あ、マジックは夜見のマジックか。あ、なるほどね。わははは。わはは、やっぱりそうじゃろ、これっていうね。これはあれですね、天宮に日の輪くぐりを仕込まれた剣持ちとやですね。自分で何言ってっかマジで分かんなくなるけど、天宮もさ、もうちょっと心配する表情をしてくれてよくない？これ信頼の表れ。最悪のサトシとピカチュウ、なんで、まあいいや、もうツッコミどころ本当はそこじゃないところにもいっぱいあるんだけどね。ね、詰まってたようです。ね、出が悪いかなと思ったら一気にね、詰まってて、ああよかった、ちゃんと水道使えるっていうね。はい、ツイッターなんでね、ちょっとこれ文字があるな。カブトムシとクワガタムシ。ちょっとケモチャを使ってさ、工作しようのコーナーじゃないから、ここは本当に。これ小学生がケンモチという素体を使ってみんなでどういう表現ができるかなみたいになってきてるから。なんだよカブトムシとクワガタムシって。うちが大統領になったら、もう年末年始は絶対に仕事をしちゃいけんっていう法律を作る、西園は。え、でもさ、海外とかじゃとさ、なんか年末年始働かんっていうか、お店開かんのが当たり前みたいな国もあるじゃないか。え、じゃったら日本もそうなってもええと思うよね。え、そう、うちが総理大臣になる、オチグプレジデント。大統領になったらね。ね。あ、発電所とかありますけど、え、電気とかガスで働いとる人、え？あれって AI じゃないん？え、じゃったら、外国の人たちも、全員が全員、滅亡しちゃるわけじゃなくて、ちゃんと働いちゃる人もおるってこと？じゃあインフラは
ちょっともう申し訳ございませんって頭下げて働く。で、インフラの人たち働いてくれたら、年末年始働いてくれたら、手当てで10万円。みんなに10万円。一旦な。一旦。ほんで、まあ、病院もさ、まあ、必要よね。お餅喉に詰まらせましたとかさ、そういう人ももしかしたら出てくるかもしやんからさ。まあ、病院関係の人たちも手当て10万円。手当て10万円。介護系もね、そうやな。老人ホームで働いちょる人もいますからね。警察、消防とかもね。その人たちもみんな10万円。みんな10万円あげる。もう、みんなあげる。働いた人みんな10万円あげる。偉い。偉すぎるわ。チャイカも佐々木にボコられて弱さを自覚してた。こいつは強敵だぜ。なに、うわ、黄色。そう、うわ、私のフォレソースは色違い。なんだって、いきなり塗ってやったぜ。いきる、そう、せっかぬちゃんか。フォレトスってどういうことすんだ。教えてやらないよ。でも、初手はだいたいなんか嫌なことするかな。まあね、するかもしれないし。いけー、しないかも。あうわぁ、頑丈や。火炎放射だと。待って、敵無駄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 。どうすんの、ゆかぬちゃんじゃないのか、これ。えお前それ、かわいいデカヌちゃんだぞ。デカヌちゃんじゃないな。やりやがった。やりやがった、やりやがった。デカヌちゃんや、うちのかわいい。正体を笑わせ。あたあいた、ゴツゴツネスト金利家のフォレトスが、フォレトスがちゃんと騙された。マジか、やばい、楽しい。まずいぞ。やっぱうちら最高にエンジョイでちょうどよかったやって、絶対ちょうどよかったんだな、あのサーバー。ちょうどよかったんだよ、エンジョイ同士やったや。どんなタイプと仲いいのか気になる。ひま、ね、は、うん、5人ぐらいグループ、地元で、うん、あの5人ぐらい女の子のグループがあって、あ、眩しい、うん。うん、分かんないけど、みんなギャルだね。あ、みんなギャル。仲良くなったのがギャルだった。イメージ通りの方だった。嘘、どっちかなって思ってたの。なんかイメージ通りのなんか女の子の仲いい一面がいるぜみたいな方か、もうめっちゃ実は全然タイプの違う友達が一人とかなんだよね、どっちかなって思ってたんだけど。一面がいる方だった。一面いるね、もう結構なんかそれね、うん、ひまが本当にもう親友って言えるぐらいその子にとは仲良くて。おお。でもみんなパソコン持ってないの。みんな、お母さんのパソコンとか、なんて言うんだろう、こうリビングにパソコンあるよみたいな感じだから、合わないの、何も趣味は。パソコンある？うん、趣味ない。じゃあパソ、合わない。普段何、パソコンないくて普段何するの？え、なんかスマホでなんかグラブルとかしてる。スマホでグラブル。グラブルとか、なんかツムツムとか、そういうなんか、なんていうんだ、もうなんか本当に、あとインスタ？インスタ。インスタでなんかこれ流行ってるから、ウヒマちゃん食べに行かんみたいな。今インスタやってないし、別にそういうなんかやらんから、
だからいいよって言ってついてって写真をいっぱい撮ってあげて終わる。あの映え映えなこう食べ物とかこうなんか表参道のなんとかとか渋谷のなんとかとかをっていうそういうこと。そう今これが流行ってトレンドだからこういかねーみたいな、あーいいよーってどこまで出せこういう写真撮ってみたいな。なんか最近こういうのなくて久しぶりに食らった気がする意外とあの私もそのたくさんライバーの友達とかも増えたしあんま、うん、ねなんかすごい結構久々に、ま、真正面から食らったフラッシュを、うん、フラッシュフラッシュやめてやめて消えちゃうはい、これもしにもし1日だけのライバーさんになれて、え、あ、もし1日だけどのライバーさんにもなれて配信できるとしたら誰になってどんな配信したい。なんか別に誰かになってこの配信がしたいはない。でも誰かライバーさんになれるなら私はシスタークレアになってずっと鏡の前で笑ってるかもしれない配信は別にしないまである。なんならさ、私がすることによってその人の活動を邪魔するのマジで嫌すぎるいや妙にだからマジでその思い強い。なんかその人の中の一回でもさ、なんか変なのを生ませることがマジで嫌すぎるなってこれ見て思ったんだよなって思うから、マジでうちはシスタークレアなんて鏡の前でただ笑ってますなんでよ、誰も迷惑かけないじゃん。クレアさんがちょっと怖いだけででも本当に何もしない、マジでただ見てるただ見てますとかかな。なんか本当になんか迷惑をかけたくないなって思っちゃうな。そうそうそう、蘇生になったら蘇生になっても同じように鏡を見てってこうここ見て正面から見てみたいなので楽しむわ。あとあれかな、蘇生になったら泳いでみるかな前アークしてて気になったんだよね、おっぱいどうなんのか泳いだ時おっぱいどうなんだってちょっと気になった景色が、なんかだからかなって感じ。うん、それぐらいかも。いや草聞いてみよう。いやおかしいだろ、あのカタカタカタ。そしてさ、あの泳ぐ時そのあのおっぱいってどうなんのってことでしょ。キモすぎるキモすぎるし、そしも答えづらいだろ。絵に描いてくれるのか、写真を、いやまあでもそう無理だろいくらなんでも親しき中にも礼儀ありレベルじゃないもんね完全に。うん、久々に帰ってきてリビングにずっと居座ってたのねえ、そしたらあんた自分の部屋行かんのって言われて、え、邪魔ってなったもん嘘でしょと思ってそんなってなって部屋に帰っていったでも思えばね、ずっと喋ってたノンストップでもう雑談配信かなぐらいにね、もうずっと喋ってたんよで、もう父は父で韓国ドラマかなんか見てたし、母も何かパソコンでしてたしで、ね、の中でずっと一人でずっと喋ってんの確かにうぜえって思ったバカ喋ってた。ほんとそれ1時間とかじゃなくてずっといたあんちゃん誰と喋ったら、もう2人に喋りかけてなあ言うてあーおーおーみたいなになってたもんすごい嫌な言い方じゃなかったよ。でも気を使われながらの部屋行かんのって言われて、へーってなった。そうそうそう、マジでおしゃべり妖怪だった本当に